ウクライナの戦場ではロシア機構部隊特に最新鋭の主力戦車を含む重装甲兵器が肩発射式対戦車ミサイルや長距離榴弾砲によって破壊されていることから軍事専門家は一時陸軍重装甲時代の終焉が近いのではないかと疑っていましたしかし戦争が進むにつれて戦車の衰えはロシア軍だけのことのように見えてきましたこれはロシア軍の戦術運用作戦体系 情報支援など様々など問題を反映していますもちろんロシア戦車の設計上の欠陥も含まれていますが全体としては重装甲時代の終焉を意味しません逆にウクライナ軍では先進的ではない時代遅れの戦車が反撃で重要な役割を果たしているのを目にしますまた米陸軍は既存のエイブラムスに代わる新しい主力戦車の開発を急ぐよう促されています 米陸軍協会は今年10月の会議で戦車プラットフォームを数十年先の戦場環境に向けて前進させるため一連の画期的な技術の改善と統合を代表するものとしてエイブラムス X 戦車を発表しましたどのような戦車が2050年代の戦場で勝てるかということを米陸軍はずっと考えてきたに違いありません米陸軍がエイブラムス戦車の将来の運命を決定するために考えたのは技術的に成熟し 短期間で低価格な開発計画に重みを割り当てることでした使いやすいものは成熟していて安くてしっかりしているものです米陸軍は遅くとも来年中にはエイブラムスの後任に関する暫定決定を下すものとみられますエイブラムス x の他にも陸軍の開発予想リストには決定的かつ致命的なプラットフォームや選択可能な有人戦車など将来の戦車開発候補が数多くありますが まだ正式なものは決まっておらずこれらのプロジェクトの正式名称も決まっていません米陸軍は無人やオプションの有人戦車などさまざまな可能性を幅広く検討しています米陸軍は全く新しい戦車を製造するかエイブラムスの設計を継承して改善するのかの選択を迫られていますエイブラムス X を選択する最大のメリットは陸軍は10年以内に新しい戦車を入手できることですこれは 陸軍にとって非常に魅力的な選択肢です。第一にロシア・ウクライナ戦争の状況とアメリカ防衛産業の発展を刺激する必要性を考えると陸軍には新しい戦車の開発を長い期間待たせる余裕がありません。第二にいまだにエイブラムス戦車は世界最強の戦車でありその設計思想に沿って発展していくのはリスクの低い路線です。産業界は 米陸軍の歴史上最も近代的なエイブラムス X 戦車の原型を準備しています。ジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ社は近年、陸軍と協力して M1A2C や M1A2D 戦車のようないくつかの新しいハイテクバリエーションを開発し、納入してきましたが、アップグレードされたこれらの新型戦車は、最初のエイブラムス M1 と比較すると、ほとんど新しい世代の戦車です。これらの新型戦車には、新しい兵器、 センサーデータリンク式統制走行防護電力システムなどが採用されましたしかしエイブラムス X には多くのイノベーションが組み込まれておりそれ以上の改善と戦術的な優位性が予想されますエイブラムス X は新しい走行材とより軽いフレーム構造を採用し重量を10トンも減らしていますまた新しいディーゼルハイブリッドシステムは燃費を50%も向上させます GDLS 社はハイブリッド社は環境への影響を改善することができるがそれを選択した主な理由はやはり戦術的な要求であるハイブリッドシステムは燃料効率を向上させ兵坦補給の需要を大規模に減少させたりその痕跡をより小さく簡素化し部隊が敵に容易に発見されないようにするそれにより前線と補給路でより多くの兵士を敵の砲火から遠ざける戦術的に ハイブリッドシステムはサイレントウォッチを実現することも可能でこの状態ではエンジンはかかりません兵士がセンサーや兵器を使用していても戦車は通常の熱信号や騒音を発することなく一定の機動力を持ちつまり静かに移動できるこれにより殺傷力と生存能力を高め作戦範囲を大きく広げると強調しましたエイブラムス X は無人砲塔を採用し、 3人の乗員は戦車内にいて操縦席の制御画面を共有することで他の戦車や航空機との友人無人連携を可能にしますこれは戦場情報管理システム全体に組み込まれることを意味し戦闘情報を収集し情報管理システムと標的データを交換することができますアップデートされたソフトウェアシステムは人工知能が支援する標的認識データ分析や制御を可能にします その第三世代前方監視赤外線照準システムは、これらの利点を最大限に拡大することができ、攻撃での高解像度遠距離照準をもたらします。自動装填を採用した1 2 0ミリ砲を搭載します。砲塔の上部には2つの独立した全天候監視装置があり、指揮官と砲手は独自のカメラを持ち、砲塔を回転させることなく戦場を360度スキャンすることができます。敵との交戦時でも、 砲塔移動が可能でそれらはすべて電気制御でほとんど無音で動きますまた米陸軍と兵器開発業者はウクライナの戦場で得た多くの教訓を吸収しています技術の進歩や遠隔センサー人工知能による多分や情報処理システムなどの複雑で画期的な要素を考慮するとウクライナ戦争での経験が将来の兵器開発にどのように影響するかは現時点で判断するのは難しいようです 無人チーム人工知能多領域ネットワーク前線で戦う対戦車兵器などの新しい概念や能力は未来の戦車と協調して使用される可能性がありますそれは新技術の開発と変化する戦場での需要感のバランスを常にとるプロセスですエイブラムス X のプロトタイプはすでに陸軍の前に置かれており陸軍とジェネラルダイナミクス社が運営するオハイオ州リマの工場でいつでも製造にかかれます この工場では1980年からエイブラムスを生産していますが重要なのは全く新しい戦車の開発にかける時間を短縮させることができることです通常新しい技術はペンタゴンの複雑な調達システムと長い実験や検証プロセスを通過する必要がありますそのためどんなに新しい兵器システムも立ち上げから部隊に引き渡されるまでには十数年ないし数十年の時間を要します米陸軍は エイブラムスの後継として決定的かつ致命的なプラットフォームを検討しています DLP は次世代戦車計画の中では未実施のプロジェクトですが無人運転のためのプラットフォームとなる可能性がありますそれは乗員がいないためより複雑な制御や通信システムが必要となり有人戦車よりもはるかにコストがかかる可能性があります DLP は開発から量産まで数十年かかることもあり 費用は数十億ドルを軽く超えることもあります。現在、米陸軍には16の気候旅団戦闘団があります。また、2、3の予備 ABCT もあります。各 ABCT は87両の戦車を保有しています。5年間でエイブラムスの半数を置き換えるとすれば、陸軍は毎年約165両の新戦車を購入する必要があります。陸軍は、 従来型の半数を現在生産中の改良型 M1A2C と交換した後残り半数のエイブラムスを改良型と交換せずにエイブラムス X と交換することができますウクライナ戦争が戦車の終焉を告げたという見方もありますが戦車が消滅するということではありません将来の戦車は敵の防衛線を迅速に突破するための最も強力な武器で戦車であれその他の戦闘車であれ 歩兵であれ強力な火器で、あらゆる障害物を取り除くことが、できますしたがって陸軍は、今後10年間の潜在的脅威に備え、可能な限り短期間で陸軍装備の緊急性を解決するために、エイブラムス M1A2C の後継機としてエイブラムス X を選択し、これに財務資源を集中させる可能性が高いようです。米陸軍未来司令部の副司令官トーマス・トット中将は、ウォリアー氏のインタビューで、 走行技術は難しい。しかし、未来の戦場に走行がないというのは間違いだ、と述べました。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。